今日私は新しい生き物の誕生に出会った。ツインカム24バレル、シンセリカ WX 誕生。聞こえる24ビート。セリカ WX か、かっこいいな。買うお金はないけど、デーラーにでも行ってみようかな。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。初めてなんですけど、何かお探しですか？テレビ CM でセリカ WX っていうのを見まして、それを見に来たんですけど、車はありますか？ずいぶん若いお客さんだな。冷やかしか？少なくとも車を買える金はなさそうだな。こちらにございます。こちらの車です。うわー、かっこいいな。黒柳さん、かっこいいですね。うわー、テレビ CM で見たまんまだ。まだ出たばかりの新車ですからね。触ってみてもいいですか？触るのは勘弁していただけますか？わかりました。そうですよね。うわー、かっこいいな。ドア開けるのとかは難しいですか？ちょっと難しいですね。はい。内装見るだけでもなんとかなりませんか？ガラス越しでお願いします。はい。こんな車に乗れたらどれだけ楽しいんだろうな。すいません、店員さん、この車のカタログって見せていただけますか？少々お待ちください。こちらになります。ありがとうございます。うわー、カタログもかっこいいや。うわー、本当にかっこいい車だな。結構スピードも出るんですか？とても速いです。すごいな。このカタログはもらっていってもいいんですか？買う気はなさそうだし、カタログ在庫も少ないから、あれでいいか。少々お待ちください。こちらならどうぞ。はい、ありがとうございます。お客様。はい。もうそろそろよろしいでしょうか？はい、すいません。ありがとうございました。すいません。ディーラーで悔しい思いをした私は、憧れだったはずの車がある意味トラウマのようになってしまった。悔しい気持ちをかき消すように、それからは仕事に打ち込み、次第にセリカ WX への情熱も薄れていった。上村さん、40年間お疲れ様でした。ありがとうございます。上村さん、家まで送ってきますよ。ああ、悪いね。助かるよ。悪いね、太田さん。よろしく頼みます。いやー、上村さんには本当お世話になりましたよ。いやいや、こちらこそですよ。定年後は夫婦で旅行とか行くんすか？いやー、まだ何も考えてないですけどね。佐々木さんのとこなんてオーストラリア行ってカンガルーと遊んでたみたいですよ。田中さんのとこは箱根に行ってずっと温泉巡ってるみたいで、確か佐藤さんのところは東北旅行行くとか言ってて、あれね、すごいいいとこあるって言ってたんですよ。ぜひ行った方がいいんじゃないですかね。僕もな、定年になったらどこ行こうかな。飛行機で海外に夫婦で行ってみたいな。楽しみだな。あれ、ここはなんだか見覚えのある場所だな。うわ、綺麗なセリカ WX だ。なんだか見たことある気がするな。
あ、昔の俺？そうか、ここは夢の中か。なんか見たことがあると思ったら18歳ぐらいの時にこんなお店に来たことある気がするな。それにしても綺麗なセリカだな。あの時の思い出そのまんまだ。憧れてた車だったな。今見てもかっこいいや。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。こんにちは。素敵な車ですね。ありがとうございます。こちらはトヨタのセリカ WX です。当店でもとても人気のある車両なんですよ。そうですよね。今見ても本当にかっこいいや。店員さん、ドアを開けて中に乗ってみてもいいですか？はい、大丈夫ですよ。ではどうぞ。ありがとうございます。うわ、綺麗だな。すごいな。実はもう40年以上もずっと乗りたかったんです。さようですか。すごい憧れてて心から乗りたくて、でも最近はそういう車に出会えなくなってる気がするな。お車が本当にお好きなんですね。でも店員さん、今日は本当に親切にしていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。おかげですごく楽しめました。さようでございますか。本当に素敵な車を扱ってらっしゃいますね。ありがとうございます。お客様は車を大切にしてくれそうなので、ぜひ当店からご購入ください。店員さん、実は私はもう60歳で、これは夢の中なんです。だからもうそろそろ現実の世界に戻らないといけないんです。ですので60歳のあなたにお話ししております。これは当店からの誠意です。誠意ですか？ぜひ現実の世界でもご来店ください。あ、ごめん太田さん、うたた寝してたみたい。ずいぶん気持ちよさそうに寝てましたけど、なんかいい夢でも見たんですか？まあいい夢でしたけどね。夢にしちゃなんかリアルだったな。そうだ太田さん、ちょっと一つお願い聞いてもらっていい？あ、いいですよ。どうしました？寄ってほしいところがあるんだけど、いいかな？はい、わかりました。行きましょう。あー、ここ左でお願いします。ここですか？車屋さん？そう、ちょっと思い出があってね。こんにちは。いらっしゃいませ。あ、お待ちしておりました。お会いするのは2度目ですね。ご来店の目的はセリカ WX ですよね。ご案内いたします。はい。うわー、あの時のままだ。夢にも出てきた車両そのまんまだ。店員さん、これは中古車ですか？初等登録から40年経った中古車です。こんな新車みたいなコンディションで残ってるなんてことがあるんですか？最近は世知辛い世の中ですが、たまにはこういった奇跡みたいなことも起こるんですね。はい、ということで皆さんには寸劇を楽しんでいただきました。お付き合いいただきありがとうございました。いや、はるくん、はい、改めてものすごい個体を仕入れてしまいましたね。そうですね。我々クラシカ横浜セリカ WX という車種が大好きで、これまでもね、複数回にわたって紹介させていただきました。別々の個体をね、はい、合計4つの個体、セリカ WX だけで4つ、そのうちの4台中の3台はすでにご制約いただいて、1台は絶賛レストア中というセリカ大好きなクラシカなんですが、前回の白い個体 2000GT というものを、こちらの動画で紹介した特別な個体ですね、めちゃめちゃ綺麗でしたよね。はい、こんな綺麗なセリカ WX もう二度と出会えることはないだろうと我々も思ってたし、視聴者さんからのそういったコメントもかなり多かったです。大反響。はい、そんな中でですよ、ハルくん、はい、このクラシカ横浜に一本のお問い合わせをいただいて、お客様もねすごい自信満々だったわけですよ。そうですね。ものすごい綺麗なセリカ WX うちにあるから一回見に来てよ、そうおっしゃっていて、で我々の頭からするとやっぱりね、過去我々が扱ったあの白い個体があるわけです。あれを超えることはさすがにないだろうなと思いつつも、まあ、お客様の
ガレージご自宅にお邪魔させていただきました、はい、目に飛び込んできたのがこちらの個体。おいおい嘘だろと、息を飲む美しさとはこのことを言うんだねと思わされました。本当に自己申告をここまでね超えてくるぐらいのコンディションの車、これ出会えないですよ。この細部に至るまでのね、各パーツ、エンブレム、ピアノブラックも生きてるし、線傷もほぼ見られない。なぜこんなにコンディションがいいんだとね、もういろいろと不思議な気持ちにすらなってくる、はい、このホイールの状態なんて驚きですよね。遠目に見てもピカピカだけど、寄ってみてもまあ美しいです。あと気になるのはサビの状態ですよね、はい、我々も査定させていただいた時に、旧車屋さんなので結構いやらしいね、重箱の隅をつつくようなチェックをさせていただきます。セリカ WX の泣きどころとも言えるのがこのリアゲートの裏、この辺り結構水が溜まりやすくてね、普段覗いてみるような箇所じゃないから気づきづらいんですけど、よく錆びるんですよね。ここすらもめちゃめちゃ綺麗、ちょっと驚きましたよ、はい、なぜここまで綺麗な状態で残っていてくれたのか。ウェザーストリップとかもね、全然柔らかくてまだ生きてるんですよ。恐ろしいよね。恐ろしいですね。でラゲッジルームのこの部分ですね、汚れがねしつこくて取りきれない部分がある個体ってのも存在するんですけども、こちらに関してはご覧の通りです。新品でも買ったんですかと思わせるこの状態で、トーンカバーも生きてるしね。おーすごい、これテンション上がりますよ。これ本当説明するより映像や実物見てもらった方がね早いんじゃないかというぐらい本当に綺麗です。シート破れやほつれがないのはもちろんのこと、色あせすらない、本当に素敵な状態で、このレースカバーたまに残ってる個体ありますよね、はい、だからよっぽど大事にされてきたんだろうなっていう証にもなるんだけど、大体はさすがに黄ばんでるものが多いです。白い、真っ白、リアもそのままついてるし、セリカ WX 純正のロゴ付きでかっこいい。そしてセリカ WX の泣きどころもう一つよくあるのがこちらですよ。エアコン吹き出し口の上のこちらの部分、まあ、地味な部分なんですけどね、割れます。普通に割れます。よく割れてますよね。逆に割れてない個体見たこと今までね一回もないですよ、はい、正直。でこれ OEM 品とか特注で作ってくれる方からね、わざわざ部品取り寄せたなんていう履歴、我々クラシカ横浜にもありますけども、ここもね聞かせていただきました。ここはさすがに割れてますよねと、いや割れてないですよというふうにね、オーナー様自信満々で答えてくれるわけです、はい、ドア内張りもどうですか。綺麗すぎる本当に。新品に交換しないとここまでにはならなくないというね状態の良さ。ここなんかもね、乗り降りの際に足擦れてね汚れますよ。そうですね、汚れてないんだよ。なぜこういう状態の車がこの2024年に残ってるの、はい、せっかくなので助手席側から運転席周りもご覧ください、はい。まあ、このダッシュボードのカバーなんかはね、車を大事にしている方のもう代名詞とも言えるような存在ですけど、ペラッとめくってみてもね割れ一つない。綺麗、素敵だね。このステッチ部分ですらほつれがない、ほんと不思議になっちゃうぐらい綺麗です。驚きのコンディションとはこのことですよね。でシフトノブ、シフトブーツ、サイドブレーキも全く色あせてないし、驚きのこのランバーサポートで、プシュプシュポンプみたいにこうやってったらね、シートにエアが入ってこう支えてくれるんですけど、生きてる、すげえ、めちゃめちゃ動いてますよ今、はい、シートがこうサポートしてくれてる、すごい張りがすごい、全部生きてるんだよ、すごいな。この灰皿もね、使用歴あるのかどうか分かんないけど、ものすごい綺麗、ピッカピカだ、新車みたいなね状態ですよ。一回アクセサリー入れます。はい、オーディオもどうやら純正のね、トヨタって書いてあるこちらの純正オーディオも生きてますね。リナ・サワヤマ with エルトン・ジョン、チューズンファミリー、うん、ラジオも生きてますね。そしてハル君、はい、こちらのデジタルメーター、いいですね。この WX おなじみのステアリングからちらりと見えるデジタルな当時を感じさせるメーター、美しい。しっかりとねフューエルとも連動してメーターも動いてくれています。2000cc の個体なので、これはメーターはオプションです
ですよね。そうですね、オプションのはずですね。さて、それではせっかくなのでエンジンの状態、これも皆さんに見ていただきましょう。はい、はい、エンジンかけますよ。かかりバッチリ一発指導がある。すごいですね。少し踏みます。一回ライトつけます。くー、反応がいい。いいね。日の打ちどころがないね。ないですね。でリトラクタブルヘッドライトのタイミングとか、あれも個体によっちゃね、右左同時に行かなくて若干ねずれて動いたりあるんですけど、そのタイミングももうバッチリだし、でエアコンももちろん効いてるし、いよいよ逆に不安になってくるね。これだけ何も手を加える箇所が見つからないと。はい、ドアバイザーだってね、こういうところはねゴム部分朽ち果てますよ。これがどういう状態の良さなんだろう。しっかり残ってくれていて、でそもそもです、そもそもなんですけど、はい、ペイントの状態が実にいい、まあ、年式相応の使用感、色の汗、こういうのはあってしかるべきなんですが、随分とまた輝いてますよ。室内で目を凝らしてじっくり見ても目立った傷がね見つからないんですよね。こちらは前オーナー様が購入されるタイミングで全塗装されてます、はい、全塗装から、まあ、大体約5年ぐらい経ってる車両ですね、はい、それを考えると全塗装後それだけ期間経ってもこれなんだって。そういうことですよね。もちろんガレージ保管でした、室内保管だったのでダメージは少ない、それはそうなんですけども、それにしてもこの維持の仕方、これやっぱすごいですよ。乗るたんびに綺麗にされてたんでしょうね。そういうことだと思います。そうしないと説明がつかないですね、うん、ちょっとでも汚れた状態放置してるともうちょっとね塗装にダメージいきますんで、はい、やっぱり汚れたらすぐにケアするっていうことを徹底されていたのでしょう。で純正色のセリカ WX はちょっとクリームがかった白というかね色なんですけども、こちらに関してはその純正色の白そのままではなくて、もうちょっとスーパーホワイト寄りの、今照明でちょっとクリーム色っぽく見えるんですけど、外で見るともうちょっと鮮やかな白という印象です。ここまでこのセリカ WX いかに特別な個体かっていうのはもう十分分かっていただけてると思います。だって特別だもん。特別ですね。すごいよ。でさらに安心できるポイント、これもございます。さらに綺麗な個体なのは分かった、はい、で途中で完全なフルレストアとかね大掛かりな整備が行われていればまだ現実的な話ではあるんじゃないか、そう思いますよね。でこの個体のすごいところは歴代のオーナー様からの整備記録、これがねバッチリ残ってる。素晴らしい。旧車屋からしたらこんなありがたいことは、ね、ないんですよ、はい、こちらご覧ください。このようにね取扱説明書残ってるのはもちろんのこと、整備手帳ですね、はい、当時のもの、新規の新車で購入されたオーナー様の時代からのものが残ってます。個人情報なので塗りつぶしてる部分はありますが、その他のねどういう整備を施してきたかというものは全て記録されてます。もちろんこれだけでは足りないです。約40年前の車なので、それまでの整備の記録これではね収まりきらないので、収まりきっていない部分はどうなってるかというと、このようにですね、はい、今までの歴代関西東北関東乗り継がれてきた歴代オーナー様の施してきた整備の記録がこのようにずらーっとね、何年何月何日に何万キロの時にどういう整備を施したかというのが全てこうやってね残ってるわけです。この分厚さで、おお、これ別冊ですよ、はい、すごいよね。極めつけないエンジン修理所まであって、エンジン修理所、これトヨタのサービス部門が使うやつですよね、こうやってね。オーナー必要ですか、これ。オーナーにはね必要ないんですよ、これは使わないですから本来は。ただ意外と整備する側からしたら助かるんですよ。ですね、意外とそうメンテナンスするときにこういうのを見ます、はい、さらにさらにこういう車検とか法定点検の整備記録簿以外にも別途でね、はい、例えばここで全塗装しました、請求書これです、いくらかかりましたみたいな項目によってまた変わってくるわけですけども、それがそれぞれの請求書納品書こういうこともやってますっていうのが全てファイリングされてる。すごいですね。
こちらも個人情報なのでね、取り扱いは慎重に万全を期さないといけないところなんですけども、これやっぱ捨てられないですよね。捨てられないですね。だからお客様の情報分かるようなところは全部塗りつぶしてますけども、これは次のオーナー様のためにもね、取っておかないといけないなという内容だと思います。はい、そうですね、貴重な歴史ですね。はい、で実際にこのセリカ WX の個体をクラシカ横浜にお任せいただいたオーナー様も、歴代のねオーナー様からのこういう書類を大切に取ってらっしゃったので、はい、これは我々としてはね、次のオーナー様に受け継がないといけないですよね。はい、どういう整備を、いつどこで、それをね自信満々にこうですよって言える状況をパスしていただけた、これは本当にありがたいです。はい、ではエンジンルームも見ていただきましょう。お願いします。オープン。わー、まあこれだけの個体で、実はエンジンルームだけは結構汚いです。そんなことはね、あるわけがないですよ。はい、もうしっかり整備をされてきたんだろうなと、エンジンルームがね喋りかけてきますよ。でインシュレーターもここすらも綺麗だし、セリカ WX ユーザーの方はよくねタワーバーつけられますけどね。そうですね、こちらもよく合ってます。ボディ剛性高めつつ、まあ、ここのねエンジンヘッドの24バルブの青と合わせてるのかな。かっこいい。ここにリフトがあれば、もうぜひ下回りもね見ていただきたいぐらい、そういうね特別ないいコンディションの一台です。はい、でもちろん商談になったりね、お客様が実際にこの車乗ってみたい、買ってみたいという場合は、実際にリフト上げて下回り細かくチェックしていただくことは可能ですので、この車両販売開始になりましたら、また改めてお知らせさせていただきますので、ぜひ皆様その時を楽しみにお待ちください。お待ちください。ということで今回はセリカ WX2000GT の紹介をさせていただきました。ちょっとでもいいなと思っていただいた方はチャンネル登録をして、次回この動画もご覧ください。それではまた必ずお会いしましょう。ハルくんと中ちゃんと店長でした。まだ何も知らない。